まるっと、きりまるです。皆さんこんにちは、きりまるでございます。ということで皆さん、カメラを変えました。ついにどうでしょうか。今までさ、モニターが上にあったのがこっち横に来たんですよ。だからなんかすっごい、モニター見ながら喋ってしまいそうなんですけど、なるべくここを見ながら喋れるように頑張ります。どんな風に見えてるかわかんないんですけど、どっちの方がいいかな、今までのカメラと。すごい、ここに自分の顔があるからなんかイエーイみたいな、こう見ながらイエーイみたいになっちゃう。私の垢抜け方法について紹介していきたいと思います。私ですね、 SNS を始めてね、もう6年7年くらい経つんですよ。実は高1の頃から今でいうクリエイターみたいな活動をしてたんですけど、その時から一番言われるのが、垢抜けたねってめちゃめちゃ言われるんですよ。まあ私自身まだ自分が垢抜けたっていうのはちょっとわかんないけど、自分が何をした時に垢抜けたって言われたかなっていうのを思い出しながらお伝えしていこうと思います。まず一番最初、もう一番最初に一番大事なこと言うんですけど、眩しくなったね急に。直射日光大変なのよ。おーい、眩しいんですけど、眩しいんですけど。ダイエットです。私高校の時がピークで、身長154センチなんですけど58キロありました。体脂肪が 35% くらいあったんですけど、そこからじわじわとダイエットをして13キロ減ですね。今が45、6キロなんですよ。久しぶりに会う友達に、本当に痩せたね、痩せて垢抜けたねって一番言われます。それくらいね、ダイエットって一番の整形って言うじゃないですか。なので私の実体験的にもダイエットは一番大事かなって思います。でダイエットをするとそれぞれのパーツがね、全部が大きくなるんですよ。一番言われたのが、鼻が変わったってすっごい言われるようになったんですよね。まあもちろんノーズシャドウで今もすっごいごまかしてはいるんだけど、この小鼻の大きさっていうのがダイエットをしてめちゃめちゃ変わりました。写真ドーン、写真ドーン、こちらです。今もでけんですけど、涙袋ダイエットでここまで鼻が変わりました。で何より痩せると周りに可愛くなったねって絶対言われるようになるんですよ。でそうなると自分に自信がつくじゃないですか。自分に自信がつくと、もっと自分磨き頑張りたいなと思ってダイエット以外のことに頑張れるようになります。そうすると大体モテてくるんですよ。でモテるとさらに自分に自信がついて、なんか好きなお洋服着たり、服がすっごく似合うようになったりとか。まだ自分の理想の体重にはいってないんですけれども、ダイエットは一番の垢抜け方法っていうのは覚えていった方がいいと思います。次いくよ。これも最近私が言ってる、眉毛を整えるっていうことがめっちゃ大事です。眉毛サロンに行って眉毛をちゃんとプロの方に整えてもらってから、垢抜けたってすっごい言われるようになりました。眉毛が綺麗だと顔立ちがね、なんか綺麗に見えるらしいんですね。すいませんね、こんな顔で。ちょっと眉毛どうかな、できてる。え、すごい、ここにモニターがあるからなんかすごいね、すごいね。まあ、最近はいけてないからあんま整えられてないけど、そう、それくらい眉毛整えるってめっちゃ大事です。なんですけど、眉毛サロンって予約取れにくかったりとか、お金も結構ね高かったりするから、ネットとか YouTube で眉毛の整え方とか、私も動画出してるんですけど、自分の顔に合った眉毛を探すことが大事と思います。すごくおすすめしているのが眉毛の脱色です。メイクした後の眉毛も綺麗に見えるし、何よりすっぴんがね垢抜けるんですよ。昔の私の眉毛がこんな感じで、最近の眉毛がこんな感じで、なんかねおしゃれに見えるというか、なんかとにかく眉毛効果ってすげえなって。なんかさ、昔は細い眉毛が流行ってたじゃないですか。なんだ、眉毛と目の幅が狭いと美人さんに見えるって言われてたから、私は上の眉毛をバーンって剃って、下をかき足してこことここの幅を狭めようみたいなやってたんですけど、そうなることによって眉毛がめちゃめちゃ汚くなるんですよ。でこういーって笑ったり、なんかこうした時に眉毛が4つとかなるの。やっぱ自分のもともと生えてる眉毛を活かした眉毛の描き方大事だなって思いました。描いてますみたいな眉毛にはあんまりしない方がいいと思います。じゃあ次いきます。髪色とメイクの色味を統一させる。例えば私はコーラルメイク、こんな感じのメイクをしてますね。でもここにいきなりバーガンディのリップをボンってつけてきたりとか、急にこの中でブラックのマスカラをバーンってつけちゃったりとか。わかるかな、メイクの色味ってすっごい大事なんですよ。目元だけ見るとすごい綺麗な色、口元だけ見るとすごい綺麗なリップとか思ったとしても、結局こうやってトータルで見た時に浮いてたら意味がないんですよ。説明大丈夫かな。私はダイエットの次にメイクの色味を統一させる、それが一番大事かなって思ってます。それくらいおすすめをしたいです。好きな色だけで固めるっていうよりは、統一感を意識しながらメイクをするっていうのが大事です。ごめんなさい、なんか上から目線みたいになってたら本当ごめんなさいね。これ本当私流なんで、参考程度に聞いていただけたら。でこれも私流の垢抜けなんですけど、メイクの中でブラックを使わないっていうことを心がけてます。その日の気分とか服装によっても全然ブラックはいいと思うんですけど、顔だけを垢抜けさせたいって思うんだったら、私はあんまりブラックはおすすめしません。ダークブラウンとかだったらまだいいと思うんですけど、ブラックのマスカラつけるとね、確かにすっごく盛れるし目が大きくは見えるんですけど、なんかね目元の透明感を出すためにはアイライナーもマスカラも全部ブラウンを使ってます。なるべくアイシャドウも明るめの色を使ったりとか。
死に喋りよんけど大丈夫かな。目元はなるべく明るくした方が透明感が出ます。今使ってるマスカラがこの、ね、ピンクっぽいやつ、ブラウンがベースなんですけど少し赤っぽい、透明感がねすっごく出ます。このマスカラさらに透明感出したい方ね、これねちょっと上級者向けかな。これくらいしっかりとオレンジ、こういうねカラーマスカラがっつり根元から塗っちゃうと、もうまつげの色消えるんですよ。まつげねえやつみたいな。これを本当に毛先にちょっとだけスッスッってつけるだけでめちゃめちゃ透明感が出ます。目元めちゃめちゃ可愛い、え、なんか目元透けてるってすっごい言われました。ちょっと余談なんですけど、メイクの統一感を大事にするって言ったと思うんですけど、それだけじゃなくって涙袋、そしてノーズシャドウ、めちゃめちゃ大事です。何、シェーディングとハイライト相当大事。まあお鼻が高い方はわざわざノーズシャドウしなくていいと思うんですけど、私が使っているこの MAC のミネラライズスキンフィニッシュスカペートっていうやつ、肌の色が白くなったねってすごい言われるのと、すっごい細かい粉の白いハイライトになるので、ティッシュが映ってますね。すごい綺麗なハイライトなんですけど、これはさらに部分的なハイライトと思っていいと思います。だから本当にここだけとこことここだけとか、そして髪色を変えると一気に雰囲気が変わります。髪を染めるっていうのもめちゃめちゃ垢抜け。次もちょっと髪の毛なんですけれども、髪を整えるというのも大事です。やっぱり髪の毛ってね、思ってる以上に印象付けされちゃうなって思ってて、清潔感ってどっから来てるかって言われたら、こういう爪だったりとか、まあ一番は髪の毛だと私は思ってます。自然乾燥がもう一番ダメです。みんなやってる方いるかな、自然乾燥は絶対にやめてくださいね。そしてヘアトリートメントとかヘアオイルをしっかりと毎日つけてあげて、日々ケアをしていくことが大事です。固定アイロン使わない人でもドライヤーだけでもね結構ダメージ受けるんですよ。そしてねドライヤーまで気を使うとかなりいいです。私が今使ってるのは結構ね高いの、パナソニックのこれね2万いくら、いいやつ買っとこうみたいな、いいやつ買っときゃ問題ねえだろうみたいな。全然違う、みんなもう全然違うの、ドライヤーが高いだけでもうびっくりするぐらい全然違うんです。だからさ、大分県に温泉行くんですけど、温泉のドライヤーめっちゃ嫌なんですよ。だから自分で持参して、私これでいつもドライヤーバーってかけてますね。まあそんな高いドライヤーすぐ買えないわっていう方は、普通にドライヤーするじゃないですか。冷風モードが大体みんなあると思うんですけど、この冷風を当ててしっかりと髪の毛を冷ましてキューティクルをキュッてしてあげることも大事です。それだけでね結構違う。食べれすぎですね。じゃあ次行きます。肌の調子を整える悩みですね。肌って一生の悩みだと思うんですけど、やっぱりどんだけメイクが綺麗に仕上がったとしても、肌の調子が悪いと自分自身の気分が上がらなかったりとか、肌って意外と印象としてね見られがちなんですよ、肌って。だからしっかり保湿、しっかり洗顔、もう何より私が思ってるのはクレンジングが一番大事だと思ってます。もうクレンジング命ってくらい。今までさ、私クレンジングっていうのを使ったことがなくて、なんかマスカラとかアイライナーもお湯で落ちるやつみたいなやつにしてたんですよ。クレンジングめんどくせえので洗顔だけでいいよみたいなとかいうコスメ使ってたんですよ。だからほんと20歳21くらいまでずっと洗顔だけ。なんかそれも今考えればすげえ恐ろしいんですけど、これ高いんですけど、もうめっちゃスペシャルケアみたいな時に1個持っておくとすごくいいです。中堅ってかちょっとちょい安めでいくと、白の玉のクレンジングバーム、これはもうずっとおすすめしてるんですけど、これを使い始めて本当に肌の調子が良くなりました。そしてさらにプチブラでいくとデュオもめっちゃおすすめです。結構ね玉のクレンジングとデュオ似てるんですよね。でデュオはとにかく時短にもなるし、すっごい保湿力があるので、割と安めの、まあ、めっちゃ安いわけでもないけど、まあ割とプチプラめでクレンジングを探すんだったらデュオがおすすめかなと思います。自分の肌に合うクレンジングを見つけてください。あとクレンジングオイルはちょっと肌の負担が強すぎるのでおすすめはしません。オイルは落ちやすい分で、ね、やっぱ乾燥しやすかったり肌のトラブル起きやすいので、ちょっとじゃんやばい、喋りすぎ、じゃんいきます。カラコンを小さくする。目の比率に対してカラコンがでかいと二重幅が狭く見えちゃったりとか、涙袋がなく見えたりとか、めっちゃ乾燥する。私もこれ 12.6mm 結構ちっちゃめ使ってるんですけど、メイク映えするのと、マスカラが際立って見えるのと、白目がしっかり見えるから目が大きく見えるのと、なので思い切ってカラコンちっちゃくしてみましょう。次、アクセサリーをつける。ヘアアレンジやヘアアクセをつける。私的に最近思うのが、髪の毛何もせんと芋っぽく見えるっていうか重く見えるなと思ってて、絶対髪の毛は必ず巻くか、もう巻くのめんどくさかったら結んで、ちょっとこういうところ遅れ毛を出して遅れ毛を巻いてあげるとか、ヘアアレンジ苦手な方とかはなんか帽子かぶったりとか、カチューシャつけたりとか、結ぶゴムを可愛いものに変えてみたりとか。髪の毛巻くのってちょうだりいいよな、私めっちゃ嫌い。私的に思うのが、髪の毛なんか前髪、ノーセットの状態の時の前髪をここら辺にして、巻いた時に可愛くなるように伸ばす。だからちょっと見ていただきたい、パン、この時の前髪、今の前髪って言われたらちょっと今
すげえハゲてるんですけど、前髪だけがぺったんこっていうのはちょっと変だなって思ったんです。だからね、コテで前髪を巻いてあげる、伝わってるから大事です。やだ、私すげえ喋るじゃん。次、いい匂いにする。ということで、私のおすすめの香水を持ってきました。女子力ないね私。ジルの一番大事なものがキラキラのやつもどっか行っちゃったの。だからなんかすげえシンプルな、元はこんなに焦げな可愛いんですよ本当はね。ジルシチュアートクリスタルブ、もういいや、書いておきます。ここに書いておきますね。マジでいい女の匂いがする。透明感があってふわふわして女の子っていうか、こう強い女の人っていうよりはお花の匂いって感じ。相当いい女やなあんた、あんた相当いい女やなみたいな匂いがします。香水苦手って方は白のサボン、白を家に置いてる子ってもう絶対女子力高いじゃんみたいな。練り香水はあんまり匂いが続かないから、いい匂いにさせたいんだったら香水がおすすめです。この香水もね、すっごいいい匂いなんです。間違えてでけえ方買っちゃったの、こちら。ちょっとシャンプーっぽいシャボンの匂いと、ちょっと甘いの。髪の毛をいい匂いにさせたいんだったら、ランバンのヘアミストが。一度はみんな街で匂ったことある匂いかもしれん。これを髪の毛にシュシュってつけるのもいいです。でな、オードルクス、パルファムフェリース、イノセントニュアーリュ、これ。これを例えば友達とか彼氏が来ますってなった時に、ちょっと、やべえ、友達来る、やばい、部屋汚い、やばいやばい、臭い臭い臭い、全然洗濯してなかった。こうやってお待たせっていくと、え、洗濯したてですか、すっごいいい匂いしますね。香水が苦手な子って結構いると思うんですよ。とか彼氏が苦手とか、香水まではいかないけど柔軟剤の中ではもうトップレベルみたいな、トップレベルみたいな、めっちゃいい匂いがする。喋りすぎた、やばい、本当にやばい。次、自分の顔や体型コンプレックスをよく知ることです。これが一番なんですよ。まずね、自分のことを知らなければ改善することができないので、とにかく自分を知ることがめっちゃ大事です。自分のコンプレックスってどこなんだろう、どこを解消すればもっと可愛くなれるんだろう。唇が薄すぎるからオーバーリップしてみようかなとか、私みたいに小鼻がめっちゃでかかったらノーズシャドウ頑張ってみようかなとか、この小鼻を消すようなメイクを頑張ってみようかなとか、髪の毛も私ここぺったんこなんですよ。髪の毛が、髪結んだ時はなるべくここを引き出してこうバランスを保てるように。改善するにあたっては自分のコンプレックスを知る方が絶対にいいと思います。人の悪口を言わずにニコニコする。一人の時はもう無言でも真顔でももう何でもいいと思うんですよ。だけど友達とか人に会う時ってやっぱ第一印象とか印象ってすっごい大事なんですね。ニコニコ愛嬌を持ってとにかく人に優しくしてあげたり、気配りとか思いやりを忘れないとか、そういうね、内面なところからもやっぱりこう雰囲気でこうにじみ出てくると思うんですよ、中身が。私がいつも心がけてるのは、自分が話し上手よりも聞き上手になるっていうのを心がけてます。まあ、これは結構自分のね、素の癖っていうのもあるんですけど、めっちゃ相槌打っちゃうんです私は。そうなんや、そうなん、心がけております。もうね、人の悪口を言わないっていうのは最低限なんですけれども、まあ、自分は自分、人は人なので、なんかね、その人の欠点見つけるくらいだったら人のいいとこ見つけた方が絶対私はいいと思うので、ここはね、割と大事かなって思います。垢抜けに直結するか分かんないけど、やっぱこういうね、自分の内面を磨くっていうのも大事だなって思いました。そして最後でストレスをためない。ストレスをためちゃうと精神的にきつくなって自分磨きができなくなっちゃうんですよね。なので結局はもうストレスをためないように過ごすっていうのが大事です。なのでね、みんなストレスをためずにハッピーに過ごしましょう。本当にストレスをためないように、自分をね、よく知って自分とうまく付き合っていくっていうのが一番最初、まず大事かなと思ってます。っていう感じで、お前が何言ってんだって感じかもしれないですけど、まあね、言っても十人十色で、ほんとみんなそれぞれ個性があって、ほんとにみんな素敵なので、絶対にこれがいいよ、真似してっていうわけではないんだけれども、これを聞いて、少しでもみんなの自分磨きを手助けできたらいいなって思って動画を撮りました。新しいカメラはどうでしたでしょうか？やっぱね、癖でこっち見ちゃうよね。すごいね。ではまた次の動画でお会いしましょう、皆さん。みんなの自分磨きにつながるかなって思う動画をね、ちょっと概要欄の方にも貼っておきますので、よかったら見てみてください。じゃあ、バイバーイ。